は、ギリシャクレタ島イラクリオン出身のサッカー選手、エール・ディビジ、アドデンハーグ所属。ポジションは FW、ギリシャ代表、エルゴテリス FC の下部組織出身。2007年にトップチーム昇格すると、翌年4月28日の体育 3TFC 戦でトップチームデビューを果たした。それからおよそ3年後の2011年4月17日、 このクラブ唯一の得点となるゴールをリーグの MGS パンセライコス戦で記録した。エルゴテリス対談後、ロシアの FC アムカルペルミにフリーで加入した。2012年8月12日、FC モルドビアサランスク戦で遺跡後初出場を飾るも、レギュラーの座を奪うことができずに、シーズンわずか9試合の出場に終わった。そして2012から13シーズン終了後、クラブを立った。 ロシアを出た後1年で母国ギリシャに帰還し国内競合の FC パナシナイコスに移籍した。パナシナイコスでは素晴らしい活躍を披露し2シーズン目にはリーグ戦で30試合13得点を挙げリーグ公式ベストイレブンにも選出されるほどの輝きを放った。3シーズン目もその輝きが衰えることなく冬の移籍市場開幕前だけで8得点という 数字を残した。この活躍によって、欧州中からスカウトがカレリスを視察するようになった。2016年1月12日、カレリスの争奪戦を制した、KRC 変クがカレリス獲得を発表した。契約期間は3年。2016年1月15日、SV ズルテはレフェム戦で、試合終盤1から1の状況で87分に遺跡後初出場を果たすと、 ファーストタッチでゴールを決め、劇的勝利に大きく貢献した。冬からの加入だったものの、公式戦18試合で10ゴールを挙げ、変化の補強は大当たりとなった。2シーズン目も順調に得点を重ねたが、1月上旬に右膝の靭帯を負傷し、シーズンの残り全試合を欠場するという事態になった。ありがとうございます。